やっちゃいけないいくら時間を使っても効果が出ないそんな非効率な勉強方法について紹介していきますというのもやっぱ人生に残された時間って有限なわけなんですよねであの人間の体の構造とか脳の構造とかの仕組みを理解しておくと少ない労力で大きな成果が手に入るわけなんですよ コスパよくいいきたいじゃないですか少ない労力で最大の成果,成果を得たいっていうふうに思いませんで僕たちが勉強楽しくないな自分で勉強の才能ないなっていうふうに思ってるのは実は学校で習っていた勉強方法が脳科学的には非効率なやり方を押し付けられているからであって実は僕たちは効率的な勉強方法を実践したらなんか今までよりも少ない労力でたくさんの物事を身につけられるようになって勉強とか新しいことに挑戦することは楽しいっていうふうに思えるようになるかもしれないわけなんですよね。で社会っていうのはその 日本の教育機関みたいな風に合理性よりも伝統とか慣習で動いてることとか多いわけなんですよね今の政治とかも同じなんですけどでやっぱ人に言われたことだけをやるっていう風に思考停止していたら一生搾取され続けたり誰かに一生操られ続けるわけなんですよね親とか先生とかが言うように20代のうちに結婚して子供を産んで家とか車をローンで買って安定した職に就くのが幸せかどうかっていうのはあの僕たちに当てはまるかどうかっていうのは完全に別物なんですよねけど人にに言われたた通りに生きてたら 自分の精査と余達を他人に委ねていたらお年寄りになって自分が後悔するかもしれませんよって話したんですよねで、じゃあ非効率な勉強方法って何なのって話したんですけどまああの効率的な勉強方法,方法はアクティブラーニングなんですよね物事を思い出すとか人に説明するとか例えば今僕がマインドマップを作って皆さんに紹介してますよね自分の頭で考えてあの 例えば非効率な勉強方法って何っていうテーマをなんか自分の中でマインドマップを思い出しながら作るとそしてそれを相手に第三者に分かってもらえるように話すっていうのとかもアクティブななランニンニグ方法なんですよねだから人にプレゼンすることとかってとか自分が分からないのは何なのかっていうのを把握するそのテストを受けるのとかって勉強方法としては非常に効率的なわけなんですよね。その一方方でで受け身な勉強方法例えばマーカーカ教科書ととかかに線を引くだったりとか 目読するとか繰り返しただ頭の中で繰り返しというのだったりとか集中学習とかその夏の集中学習とかありますよね忘れる前に勉強するとか実際には分散学習って言ってあのエビングハウスの「忘却曲線」って聞いたことありません人間っていうのはその脳が様々な情報を 一度見て覚えてしまうと脳が情報を肩になってパンクしちゃうわけなんですよね。そうならないために命に関わらない情報は全部忘れるようにできてるわけなんですよ。でそのエビ,エビングハウスの忘「忘却曲線」っていうのは、まあ、20分ぐらい経ったら学習した内容の4割ぐらいしか覚えてないよってで1日経ったらもう20%も10%も覚えてないよってやつで逆に時間を置いてから。 あのこれって何だっけ?」っていうふうに復習を挟むことによって例えば1日後に復習する2日後に復習する4日後に復習する1週間後に復習するみたいなふうに4回5回6回とか復習を挟むことによって僕たちの脳はこれ何で何回も学ぼうとするんだろう何回も思い出そうとするってことはこれ命に関わる重要な情報なんじゃないだからこれは長期記憶の棚に入れておきますねっていうふうに僕たちの脳がそういうふうに学習してくれるから何回も物事を学習し直すことは 物事を長期的にその実践的に使うのに必要な知識になってくるわけなんですよね。だから僕も同じようなテーマとかを何回も何回もこうやって話してるわけなんですけど、で、あの逆に言ったら徹夜とかそのい一度も今まで繰り返したことがないのに徹夜で一日で詰め込むっていう風に思うのはもう握手ありんごパターンなんですよね。そうじゃなくて毎日あの夜眠る前と朝起きた時とか予習復習とかをして思い出す回数を増やすそして あの特ににに眠るる前に勉強すすのって非常に効果的ななわけなんですよね人間寝てる時に直前に学んだ情報を整理する性質があるからその例えば勉強した後に昼寝するとか勉強した後にスマホを触るんじゃなくて目を閉じるとか外部からの情報をシャットアウトするでさらに加えて寝る直前に夜就寝する直前に勉強したらそれってめちゃくちゃ効率的なわけなんですよね。で僕の親父もなんも学校の成績良かったらしいんですけど勉強方法としてあの寝る前に頭の中で反芻して覚えたいことを反芻してで あのそのことを思い出せなかったら教科書開いてでもう一度目を閉じて寝落ちするまでそれを繰り返してたらしいんですよね。であの俺の親父その脳科学の方法とか知らなかったのに自然にたどり着いたと思うすげえなっていうふうに思うんですけど、まあ、そんな話はさておきその逆の集中学習なんて忘れる前に復習するなんてただの時間の無駄なんですよもちろん勉強しないよりマシだけどどうせ時間使うならもっと効率的な勉強方法あるよねって話なんですよね。 ととかか座って勉強するとかね僕も今あのスタンディングデスクで立った状態でスマホに向かって喋ってるわけなんですけど座った状態って当然仕事だったりとか勉強とかの生産性低下するわけなんですよねそして早死にしやすくなる健康を害するわけなんですよ人間の体って座るように体の構造ができてないわけなんですよね。 でいろんなところで血液の,その循環効率が悪くなって体に負荷がかかって肩こりとか腰痛とかの原因になるし血流,血流機能が低下するということはその分脳に送られる栄養も減ってしまうからなんか脳が眠たくななななっちゃううといいいか,か覚醒ででできき集中わけなんですよねだから座って勉強してたら僕たちは眠,眠,眠,眠たくなっちゃうしただいさえ学校の先生の授業とかってなんかむにゃ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 言ってるというかなんかゴニョゴニョ教科書を読んでるだけだったら僕たちの頭の中に入ってこないわけじゃないですか。つつままんんなないい教科書で 状態で話を聞かされたら、それは誰だって。眠く眠たくなるよって話なんですよね。だから座って勉強するんじゃなくて、その学校の宿題だろうがテストだろうが、そしてあの仕事だろうがね。立った状態で作業するっていうのは、学習効率とか集中力とか高,高めてくれるんですよね。スタンディングデスクだと勉強の学習効率とかが。 あの集中できる時間とかが集中時間が10%伸びたとかそういうような研究とかもあるんでまあ皆さんもできればその家の中で勉強する時はせめて立ったままスタンディングデスクで作業してみてはいかがでしょうかって話なんですけどあと語呂合わせとかねいい国作ろう鎌倉幕府とか,そうなんかあの理科の元素の周期表とかね水平リーベとかあるじゃないですかただその語呂合わせよりもその背景として例えば水平リーベとかも僕もそのなんだろう語呂合わせで覚えちゃったけどそのなんかあの なんちゃら金属元素がどうとか いいろろ周期表の並びって意味があるじゃないいいででですすかけどそれれを説説明明しろっていう風に言われたら僕説明できななよねなぜなら語呂合わせしちゃってるからそうじゃなくて例えばいい国作ろう鎌倉幕府でも誰が作ったのかどういう時代の流れがあってそういう鎌倉幕府を作ることになったのかとかその背景知識とかその誰がどういうふうに動いたのかとかストーリーとかを把握しておかないと誰にも説明できないわけなんですよね。今回の動画の冒頭でお話ししたみたいに効率的な勉強法っていうのは自分で思い出すことと人に説明することが重要なわけなんですよね。 知識が点ででしか手に入ってなないわけなんですよそうじゃなくてストーリーとして流れとして線として説明できるようにしないと例えばその学校以外の勉強特に社会に出てから人,になんか人と会話する時とか人に説明する時とかでも「これはこうだからですなぜならこうだからです」っていうちゃんと理屈を持って説明できないとあの相手を説得させられないし、まあ、この人話通じねえなっていうふうに思われちゃうわけなんですよね。だからそして何より僕たちも 社会に出てから学生時代に勉強した内容って社会に出て何の役,役にも立たねえな,いなつまり勉強って何の役にも立たねえな,いなつまり勉強することって時間の無駄じゃんっていう風に勉強しない自分を正当化しがちなわけなんですけどそれは役に立たないような勉強方法ばかりしてきたからなんですよねけどそれって嫌じゃないですかお前の人生間違ってたぞとかお前がやってた勉強方法間違ってたぞっていう風に言われたらそんなことないっていう風に言いたくなるじゃないですか。でそれの何ががいいけないって学校が 思い返してみてくださいマーカーで線を引くとか目読するとか忘れる前に復習するとか座って勉強するとか語呂合わせするとか学校で習ってきたやり方っすよねこれ全部非効率だったんですよそのなんかうん、なんだろうね教育委員会とかはこの事実知ってるのかなって話なんですよね人に教育っていう立場の人たちが脳科学とか人間の脳の構造について勉強してそれを実践しないってそのなんかどういうものなのかっていうのをちょっと僕教育委員会の方々に小一時間問い詰めたいところなんですけどこんな風に 世の、まあ、中のやってることとかってあのなんかみんながやってるからとかこれが常識だから今までそうやってやってきたからっていうのを押し付けられてることとかも多いですよ、ね、逆に言えば僕たちは効率的な勉強法はこうなんだってアクティブラーニングなんだ人に説明することなんだとかを理解しておけば他の人たちを出し抜いてあの短い時間で大きな成果を成し遂げられるもちろん今回言ってる内容とかは自分の部活動スポーツとかだっても そのフィーードドバックを受けるトラライアンドエラーを繰り返す自分の部活で昨日あの今日のプレイでこういうところがダメだったじゃあこういうふうにしてみようっていうのを例えばマインドマップで毎日振り返って日記をつけてみるだったりとかねとか自分の趣味とかでも何でもいいんですけど副業とかでも何でもいいんですけど昨日一日振り返ってこういう行動がダメだったじゃあこういうふうにしようとかっていうのをあの思い返す習慣とかを作ることによって勉強だけじゃなくて仕事だったりとか部活だったりとか趣味だったりとかいろんなものとの上達速度を高めることができるわけなんですよね。その結果僕たちは 文武両道だろうが、まあ、人間関係とかいろんな物事でも あの充実しした人生を過ごしやすすくななるわけなんですよだから僕たちは人間は考える足であるって言葉もある通り効率的な勉強方法を理解していくことって人生の QOL クオリティー・オブ・ライフを高めることに非常に役立つわけなんですよ。ということで今回紹介した非効率な勉強方法は避けてできればアクティブ・ラーニングを日々増やしていきましょうと例えば僕の場合だったらあの言いたいテーマとかっていうのをマインドマップで決めてその内容を思い出しながらマインドマップ作ってそして皆さんに向かって喋って SNS に投稿するっていうのをしてるわけなんですよね。 まあこれはあくまで一例なんですけどそんな風に皆さんも自分の友達とか家族に「今日こういうことがあってね」とか「なんか大之助」とかいう早口でまくしたてるやつの話が結構面白くてっていう風に他の人に話してみるっていうのもおすすめかもしれませんねと少なくとも皆さんの人生を非効率な勉強方法で消化していくのはやめていきませんかということをお伝えしたかったです。